な、何があっても自分の責任ですとね、いうことが一番大事なことでしょ。ほんでね、地獄のような苦しい家庭や環境になるのも、極楽のようなね、楽しい明るいね、あの苦しい地獄になるのも、楽しい極楽になるのもよ、何によって変わるか言ったら心なんですよ。地獄も極楽も条件は一緒だって書いてあるし、極楽にもごっつおは山になっとるけど、地獄にもごっつおはあるって書いてある。何もないんじゃなくて、ごちそうは山になっとるって書いてある。なのにね、地獄におる人の上で見たらみんな骨と皮になって、みんなこうやってにらめっこしとるし、痩せこけてな、こうやってにらめっこしとるしね、見たらごちそう山になってるでしょ。極楽に覗いてみたらな、みんな丸々ですと、ニカ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 して丸々なって太ってる。見たらごちそうはやっぱり同じにある、同じにごちそうがあるのにね、一方は山になって痩せこけて骨で食われて食われてにらめっこしよう、一方はね丸になってニコニコしよう、どこ違うんかなと思って見たらな、条件は一緒だけど心が違うって。地獄におる人はな、もう利己主義って言ってな、証文根性って言ってな、自分が幸せになったら自分が幸せになる、そればっかり考えてる。どうやって自分が都合ようになろうか、どうやって幸せになろうか、そればっかり考えてる人が集まったのが地獄だって。だからね、ちゃんとごっつあるんだけど、こっから作ってあるんだぜね、サジが。こっから先なんかこう行けるけど、こっから作ってあるから、曲がらんじゃん。大きなサジ肉つけてもらっとるけども、こっから食って曲がらん。パッと作るけどな、口入れようと思って曲がらんのって、これは。食ってある。そーっとね、木もめるのってね、もしもわしが熊道あいつが食いやがったわしの内容になるとね、あいつが熊道わしが腹いっぱい食うて、いらんのかったあいつにやってみるよ。私がこのうちにあいつが食べたらばしょうがないんだ、私が払って食うたら余ったらやってみいけどやってるとな、何も覚えてもね曲がらんから、そのうちに骨と皮になってくれて何かしら、それが地獄やつでしょ。ところが極楽に覗いてみたらな、同じように食ってあるけどちょっと違うのは心じゃし、菩薩の心でしょ。だからね、自分も食いたいけど相手に最後早く食わしてあげよう、あの人にもこの人にも食べさせてあげようっていうのも菩薩。さっきのは地獄のガキって言ってな、自分の食うて腹いっぱい食う、余ったらやってみよう、わしがこのうちあいつが食いやがったら知らないんだ、こういう家庭になったな、地獄だと。どうぞ極楽行ってみたらね、曲がらんでもいいんだって、さっとるで、どうぞあなたお先行って思ってきゃいい、こうやって行くんじゃったら何も曲がらんでもいいし、ほんで自分のためにも食わしてもらってくるやね、ありがとうって言ってな、また向こうが食うちゃどうぞって思ってありがとうって、互いに食べさせてな、俺言いながら丸になってニコニコしようなら極楽であるって。家庭がそうですよ。どんだけ自分の都合のいいことばっかり親父に求めたりね、女房に求めたり、あるいは子供に求めたり、人に求めるという。奪うことばっかり考えると奪うことは奪われてね、何もかもがね、苦しい悲しい運命に変わっていくのであるって。だから奪う頃になるか与える頃になるかね。ガキになるか菩薩になるかにしましょう。あんた方も自分の都合ようになることを願うことは悪いことじゃないけどな、それだけ一生懸命やったら何とかなるつもりでしょ。法則があるんですから、与えようさらば与えられないんですね。だから皆さんね、ブラジルなんかじゃな、もう一遍聞いてもね、ズバッさっき言ったでしょ。ここに神様いらっしゃるんだよ、あんたなんか神があって、あんたを生かしてるんだよって言ってね。だからあんたが来てるには神様が来てるんだよって言われたらね、学力がないから、あんまり考えることないから、素直にさっと受ける。あれそうかって言って、皆さん頭いいからな、なんぼ言うてもそんなこと言うたってわしがわしやとかね、それで言うと何してもなんでしょ。だからね、それが分かると、今度ブラジルな、この喜びを幸せにおれんってことになる。まず周囲の者から、親兄弟から一人でも多くの喜びを伝えてくる。また喜ぶんだから、喜んだのを伝えてくるんだから、それからうわーっと不便なね、23倍もある広いところで、あのような遠いところまでどん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 と教え広まっていくでしょ。外国にまで広まっていきますよ、おかしいからね。そういうふうにね、本当の正しい成長の位置が信仰生活の、そういう生活です。もらうことも大事だけどな、与えることの方が大事でしょ。それにはね、自分が救われていることを自覚しない。これが根本です。そうするとね、もう与えずにおりえないでしょ。そういうね、教えが成長の位置。だからね、わし言ったでしょ。私なんか楽隠居できる、友達はみんな遊んどる、もう金代わり余るんですからね、ものすごくもらえるんでしょ、恩給やら年金やら、
だからみんなね、焼き物をわざわざ釜を作ったりしてな、焼き物をしたり、あるいはね、短歌を作る会に会えたり、豪雨使いに会えてみたり、まあその他ね、庭木だ盆栽を作るのを一生懸命やってみて、それぞれに趣味持って遊んでます、遊んで暮らすようになっとるんですよね。それやるんだ、わしなんかな、楽隠居できるはずやのにね、こうやってあんたこれからこれを組んだらすぐまた函館で飛んでって、あとで北海道をやって、それから帰って川口港をやって、埼玉県の連戦やって、この20日前に帰ってくるんでしょ、うちにね。そういうことをやっても嬉しいでしょ。なんだ、普通じゃったら家で楽しとったらいいんだけど、そうはできんのでしょ。なぜかで、この喜びはね、一人でも最初におれんちゅう気がある。あんた方もどっかでごちそう食べてな、どっかの店へ入って、レストランで美味しい料理食べても、ああ、うまかったなーっていう喜びがあるとな、まず言わずにおれんじゃろうな、家族に。あんたらもな、水戸のね、こういうとこ行って飯食うんじゃったら、いっぺんわしが食った店で食うてみ、うまかっただよ、言いたくなる。宣伝料もらわれても頼まれてもな、つい言いたくなる。自分がね、喜びが感じたらそれを伝えたくなるのが人情。だから皆さんもな、ここで連戦受けたらね、この喜びはね、ただ頭で考えたら覚えだけないし、一人でも家族にもみんなに伝えて、家族がどん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 連れてくるようになるから。本当は太陽さらば与えられんって法則で、あんた方な、気が付いたときは幸せに。自分の都合ようになることをこっそりやっとったんじゃダメですよ。内緒でやってるには練習ダメ、成長にはダメですよ。そういうことでね、これを機会にね、今度は自分が救われるよりも人を救う方へ回る。つまりガキの方からね、菩薩の方へ回っていくんです。ガキって言ったら悪いけど、まあ、もらいたいっていう頃はね、ガキ道の心ですよ。地獄の心。奪うから奪われていくんだね。与えるから与えられるんだね。こういうね、与える生活に切り替えるのが信仰です。もらうことを考えるのは信仰じゃないでしょ。そういうことで、まあちょっとのことじゃけど、逆になるととんでもない結果になりますかね。そういうことにならんようにね、気づいてやってください。これは非常に大事なことでありますね。これから皆さん、本当の成長の一部もな、もうこれはね、実行せにゃだめ。聞いただけじゃダメです。教行信証書ってな、教えを受けたら必ず実行するんでしょ。教えを受けるね、親鸞聖人がね、この地でに始められたのは浄土真宗。その時に四種商業書ってな、教行信証というね、四冊の本を書きになったんでしょ。これも浄土真宗は有名なことですね。どういうことか、まず教えを受けたら、その教え通り生活するじゃん、行をするじゃん。そうすると、心が生まれるじゃん。ね、心が生まれると、今度は証が現れる。体験ですから、体験ね。だから教えを受けたら、そのまま行をするんですね。知ったり覚えたりしただけじゃなし、生活。これ食べたら美味しいから、栄養になるから食べなさいって言われたら、はい、って食べる。食べると美味しかった。実感が湧いてくるのは真です。その時に、うまかったーという証拠があったら、腹が膨れたーというね、証明が出てくるでしょ。これがね、あらゆる宗教の基本なんです。あんた方もここで覚えて帰るだけじゃないでしょ。ここで言われた通りありがとうございます。ありがとう。朝から晩までありがとうございます。誰に会ってもありがとうございますとね。これをね、実行するということが大事ですよ。家庭であり、友達であり、誰であり、ね、すべてにありがとうって感謝することを実行する。そういったら、心が生まれますね。食べればうまかったということはね、期間でもわかるんです。うまかったと思った後は腹が膨れに決まっているんです。これを教行信証とね、親鸞聖人がね、自慢基本であるという、四種商業っていうのを作られたでしょ。だからね、浄土真宗も聖書も同じですから。こういうわけでね、ここで覚えたことをすぐにやる。ありがとうございます。ありがとうございます。やってごらん。もう何と言われてもありがとうございます。バカたり言うて、おかげさんって言うてりゃいいんだから。あおんだら、へおかげさんでって喜ぶからね。何でも俺言うとるやんですよ。これを実行するかせんかで答えが出ます。そういうことを実行してください。じゃあ終わります。どうもありがとうございました。素晴らしいご講話ありがとうございました。迷うと。夢はないんだから、覚めたらなくなるように消えていくんですよ。
これが我々の運命改善の原理であり、成長の救いの根本原理なんですから。だから覚めたらなくなるように消えていくんですよ。これが我々の運命改善の原理であり、成長の救いの根本原理なんですから。こういう簡単なことで見ない、どんな人でも救われる。だから私はそれは無理じゃって言うんですよ。いざりが来ても大丈夫、星が来ても大丈夫、めくらが来ても大丈夫、春中ががんだ言われたのに言うても大丈夫。これが本物じゃ思うからこっちの民からダメですね。だからそういうわけでね、成長の教えは全部心がダメ。だから皆さんもな、もう全てはね、心がダメ。今でもあんた方の心を当てるよ、シャッ。なんで心を見えんけど、影を見て当てり当たるよ。やってみましょうか。あんた方座って話聞こう思ったんでしょうか、言ったらそうじゃん、ちゃっと当たる当たるで、そうじゃないちゅうたないでしょ、よう分かるなと思うんですよ。心なんて見やへんよ、明日影見りゃ分かるじゃん。座って聞いとるじゃないですか。座って聞いとる影を見たらな、この人の心はどうなってるか言ったらちゃんと影見て分かる。ぴったり当たるでしょ。これ見てもな、いかに心が現れとるかちゅうたら、こういうふうに一つ一つ上げていけばね、何ぼでも例上げる限りないけど、みんな心なんですよ。もう全部心なんだからね。だからね、立っていく人があったら、あタバコ吸いに行ったかな、あと向かおしっこに行ったかな、あと向かは間違いないです。どっちかなんで、おしっこ行こうかと思ったらさーっと立っていくでしょ。あの人おしっこに行ったかな、あと向かは大抵当たるでしょ。長いこと話しておるとな、スーッと立っていく。何しようかね。一服スーッと来いって、ちょっとスーッとする。あの人タバコ吸いに行ったかなとか間違いないでしょ。こういうね、全て動くことは心だって、これを三害優心と教えてもらったね。三害優心、全ては心の賭けなんですと教えてくださったんでしょ。禅宗なんか言ったらそればっかり勉強するんでしょ。禅宗やったものは分かってるけど、まず座禅組まなんでしょ。あれ座って寝てりゃいいんと違うんでしょ。公安中で問題もらうんだ。問題もらって取り組んでね、解決するまでに、自分で答えが出るまでやらない。一番簡単なのはこれですよ。石子の声中声。バーンと手を出す。どっちが鳴ったか考えてこいって問題です。難題ですよ。どっちが鳴ったかって言うんです。一つで鳴ってくれりゃいいけど、二つで鳴るんじゃない。どっちこっちと分けようがない。ここに問題の鍵があるんですよ。どっちが鳴ったか考えてこいって問題です。例えば若い運勢がな、朝から晩まで座禅組んでじーっとどっちかと考える。何歩考えても左とも言えんし右とも言えんでしょ。なんでこっち打ったってならんもん、出会わさんとならんのです。分け言うたと分けようがないでしょ。現象に引っかかったら絶対答え出ませんで、現象を見る限りにはちゃんとどっちでもないの、両方でなるんだから。もうこんなに考えたわけどういうことになる。今のは半々でございまして、五分五分でございますよ。これは現象の考え方でしょ。形を見たら両方なってようてなるから、こっちが半分とこっちが半分と、でパーン言うたら半々だと、今のは五分五分でございましたよ言うてごらん。バーカ野郎って言われるでしょ。なのでついでこっち言ったら渋くないよ。今のはちょっと渋くぐらいだよ。真ん中で五分五分でございましたよ、こっち言ったら渋くでございましたよ。これが迷い、現象に惑わされる。形を見てね、ほで、どっちがなった、こっちがなったと引っかかるから、ややこしい。禅ではな、正解は何かいだろうな。これはね、手はなりませんでした、って言ったら、正解。確かに目で見て、見て聞いたら手がなった、って。それは成長の、禅なんかではな、手はなりませんでした、って言ったら、正解。何がなったか、はい。心が鳴りました。卒業。考えてもな、あんたが手二つあるけどな、あんまり鳴らんじゃろ。なんで鳴らんか分かったろ。ただ聞きがないってこと。もしも手が鳴るもんじゃったら二つあるんじゃから。こんだけおったらやかみしてかないよ。バンバラ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 言う。手が鳴るんじゃったらパン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 言わないか、ね。あんまり言わんでしょ、パンパン。何て書いたら、ただ心がないってこと。私がパンパン言わせたから必ず叩こうと思うからパンパンとこう。何でもそうですよ。この原理さえあんた方覚えてくるとな、これから何でやろうかに答えたんでしょ。
大根生えたから何で喜しくないの、大根生えたなってことでしょ。それと同じように何が起こってもいいことがあっても悪いことがあっても全部心なんです。これさえ分かったらな、正体が分かればあとは何もしないでしょ。私一応なんかみんなそういうふうにね、もう全ては心だけ、ね、だからね、もう禅宗なんかでも徹底してね、もう現象は全て心なんだっていうね、これがその考え方ですよ。だからあんた方もこれからな、もう何があってもいいんですよ。その代わり言うてきますけど、安心しなさい。心にあるものは現れるって言うんですよ。なんでだ、現れるために、ね、消えるために現れるんです。種は入ることによって消えるような、心にあるものは形に現れることによって消えるんです。現にあんた方が来るまでに、これ来るまでいかんならん、いかんならんと思ってきたし、お前続けるからこいついたんでしょ。いかんならん、いかんならん、道場行こう、道場行こうと言って、ここへたどり着いたし、ここへ着いてからどうですか。それまでいかんならん、いかんならんとキャッと消えたし、今でもちょっと残っていたある、まだいかんなりませんかというのは一つもないし、道場へ生えた途端にいかんならん、パッと消えるんです。今あるのは明日は帰らならんというのがある。時間でも分かって、明日は帰らんなん、この夜は別やけどな、みんなここから来た人はみんな明日は帰らんのなんて腹にあるし、終わってごらん、心配せんでもシャ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 家帰っていくよ。心が帰りますから、鍵場所ついて帰るよ。家帰ってから調べてごらん、さっきまであって帰らんのなんか家入った途端にチャッと消えるから、座敷焼いてまだ帰らんのなんておかしいでしょ。このようにね、これにあるものは必ず具象化して形に現れる。その代わり現れたら消えるっていうこと。極端に言うたら消えるために現れる。だからよかれやしかれな、出るってことは消えたってことなんだ。ところがね、心理をしない人は消えたのを見て心配するからまた作る。済んだのを苦にしおるから思うやんなら、思うやんなら。今現れてることはね、かつて自分の頃にあったものが出て消えたんですよ。これわからないでしょ。もう全て心なんですよ。物じゃないんだよ。ねえ、形じゃないでしょ。影には、影としては現れるけど、ない。もう全てこの本でもそうですよ。それからじーっと本が動かんとおるでしょ。本は動かんのでもね、私が心が動いてごらん。それこの本が動いてみるよ、あんた方。なんでかって、私がな、ちょっと上下に動かそうかなと思うとな、またこういうの動くんです。あんた方は目で見るとな、セミの巣上下に動いとこう見える。本が上下に動いとると見えるんです。これは影を見るんだ。わしの心の影がね、上下に動かそうってこれが動くと、あんた方の目ではね、本が上下に動いて見えるんです。変に動いとるかな言うたって、これは本じゃないですよ。本が動いてるかなと見えてもな、正体は私が動かそうという心が動いとるから、あんた方にはその心の影が動いて見えるんです。だから今さっきまでは上下と思ったから上下。今度は私の心が変わってな、今度は横に動かしてみようかと思って、今度はな、あんた方の顔目には今度は本が横に動いてみますと。このようにね、全部見えるものは心だってことはね、何ぼ言うてもきりない。これさえあんた方がな、納得したらな、これから何が起こっ楽しんだよ。ねえ、えらこっちゃーっていうのはな、影を見て驚く、びっくりしようでしょ。必要ないでしょ。だから皆さん、これから大事なことはな、もう全ては心にあるんだってこと。見えるものは影であってね、しかもそれは消えるために現れたんだということやな。だからね、何が起こっても今っていうのはな、過去の心の影が現れて、それで消えるためにあるんだ。全部いかんならんち言って、連生受けんならんち、これが今現れてる。明日になって終わると、さーっとね、帰って、今度は明後日からの仕事から全部段取りを心で決めて、その通りになってるでしょ。全部心でしょ。というわけでね、まず皆さん、全ては心だということね、これを明確にすることはね、信仰の神の子であることを自覚した上でね、じゃあ神の子が何で病気するんだろうか、何で体が具合悪くなったりするんだろうかということになるとね、それはどういうことかというとね、心でもありまして、ね、その心がね、二つに働くんです。その説明をしていきます。まずね、意志という心がですね、意志するというてな、
これはね、目が覚めてる時にね、よかった悪かった、こうしよう、ああしようっていう心が働くんです。今です、今目が覚めてる時に、ああしよう、こうしようと思ったりね、いろいろなこと考えるでしょ。この心を意識というんですね。意識、意識ってくる。そういう目が覚めた時に働く心を意識という。これをね、心理学では現在意識とかでしょ。現れてあるとかですね。これ現れてあるんですね。現在意識とかですね、これは。これが皆さん普通言う心なんですね。肉体について、寝とる時じゃん、起きとる時だけいろいろと物を聞いたり、見たり、判断したり、考えたり。こうして、ああして、ああなりたい、こうなりたいという、これはこっちの方なんですよ。これがいろいろと考えるでしょ。そうするとね、今度はこれが考えたり思ったのをね、受け止めて記憶していくのを観念という声なんですね、これ。観念、観念ってことでしょ。これは魂というやつじゃね、これ。一寸の無心の五分の魂なんですよ。こういう心がね、やはり我々にはあるんだ。表面に現れた心だけをね、心だと見とる人もあるね、これ。これが心だという考え方もあるんだよね。これは目が覚めとる時だけ働くんですよ。目が覚めとる時はね、眠ってる時働かんのですね。目の覚めてる時ですね。この時だけ働く心なんですね。これはね、眠ったら最後何にも働く。寝とるときは化けたり、あうんだら、あげたってばかり。どっかでいらっしゃ目が覚めるけど、幻覚に真似されても分かれへん。こちら眠っておりますからね。こういう心が普通心じゃと思ってるでしょ。大体の人はこれしか心ないと思うときはこうじゃないでしょ。これはほんの一部であってね。もう一つあるのはこれです。これは潜在意識とかね。隠れて働く心ですよね。潜在しておる。ね、あるいは無意識でね、自分でも気がつかんとか無意識で、こういうね、隠れて働いてるから、これはね、どういうことか言ったらね、眠っとる時でも働くんですね、これぐうぐう寝とる時まで。だから整理整理と皆さんがおっしゃることはみんなこっちの働きですよ。無意識のうちに働きでしょ、ね、無意識でしょ、意気消るでしょ、考えて生きてるんですよ。心臓もちろんあんた方が考えて動かしてない。昼食べたもんもな、考えて溶かしてないし、掘り込んだったらあとほっとけ、ちゃんと胃の中でな、あんた方知らんでも消化液出して、きれいに発酵させて、トロトロに溶かして、きれいに溶けたらのぞかんでも、せんぬかえでも、腸にあって、もうだいぶ減っとるでしょ。もうちゃんと向こうで段取りして待ってもね、あと詰めてるからね。いっぱい詰めたのは今頃空になったでしょ。あんたが世話やかんじゃろ、ほっといたってきれいに消化する。溶けてしもうたら勝手に腸に行くよ。のぞかえでも、みんでもな、せんぬかえでもいいんだよ。ちゃんと腸に行くんだよ。で、腸の中行ったら今度は回るんですよ。長い長い腸の中をな。周り歩く間にみんないるもんとやんも分けるんですよ。うんこにして出すものと栄養になって吸収するものを分けるの。誰が見分けるの？ドロドロじゃねえかな、見たことはないけど。大体な。腸に行くぐらいもう、のりみたいになったじゃろ、思うよ、想像して。そのね、ドロドロになってね、おかずも飯もぐちゃぐちゃになったのに行くんですよ。それをね、ちゃんと分けないから。これはいるもの、いらんものとね、カスになるもの、栄養になるもの、ちゃんと分けるんです。誰が言って、あんたら監督しよう。知らん間にね、あんたらの中にね、ちゃーんといるものいらんものを分類する。コンピューターみたいにちゃーんとやっとるのがおるんですよ。そうしていらんものを捨てているものを取ってね。で、いるものだけを真っ赤な血に変えていくんです。これ昨日言ったでしょ。みんな赤い血になるよ、人まで。全部消化して赤い血になって。それで心臓から、体中へずっとね、たくさんの血管を通して、わーじゃあんたが知らんとっても心臓からどん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 ね、脈が打っとることは、弁膜でね、ちゃっちゃっちゃっちゃ血を送りおるでしょ。体中へ回るようにね、やってくるようですよ。誰がしようですか、あんた方考えてやったことないです。こういうのは生理作用ってことですよ、ね。新陳代謝、なんて言ってるの。若手の代わりで偉そうに通しよう。変なんて生理作用じゃないか。
生理作用って、生理って何ですか、新陳代謝やないか、何食ってばっかり血になって、それが肉になって骨になるぐらい当たり前じゃ、新陳代謝してるんだ。言葉はなるほど新陳代謝、じゃ新陳代謝とは何ですかって分かる。こういうのはね、魂の働き、もう一つの心が働いたでしょ、これがね、ものすごい力だ。どうするでしょう、ナッパ食うても赤い血って言うんだ、白い飯食うても白いが赤い血って言うんでしょ、その赤い血が黒い髪の毛になって爪にもね、骨にも肉にもね、皮膚にもなるんでしょ。そんなことをやれるものがね、あんた方の中にあるんですよ、ね、こういうね、ものがあんた方が働いとるってことは間違いでしょ。というわけでね、こういうふうに我々の中にね、こういうのが働いてる、そんだけの力があるもんですから、この魂というのはね、これね、外観念、これにね、あんた方がちょっとでも現象の知恵でね、意志で心配をするとな、あるいは恨むと、憎むと、悲しむと、これで怒るでしょ、都合のいけたら喜ぶ、悪かったからやれこっちゃで心配しない、あれがね、あやつがクソーと思ったりね、恨んだり憎んだり悲しんだり、もういちいち得体するものについて喜んだり悲しんだりするでしょ、これはこっちがしよう、これが自分の都合に合わせてね、良ければ喜ぶし、悪ければ悲しむし、あるいは恨む、悲しむね、憎む、やるでしょ。そういう心が、どう全部ここに溜まるんで、コンピューターみたいに記憶するんですよ。もう、最大漏らさって書いてある。大きな事件も小さい事件も全部見た通り、思った通りね、ここで感じたものを全部ここへ送り込んでな、ここで全部記憶されてるのを魂で言うんだ。これはね、肉体が死んでも死なない。肉体が死んだと一緒に終わるのはね、現在意識を扱うとる脳髄なんです。あんた方が分かった、分からんとか、覚えた、覚えんちゅうのは脳髄なんですから。これはね、肉体の死と一緒に消えていくんです。やれたら終わりなんですよ。死んだら終わり。これね。これだけが人間だと思うから皆さんね、簡単に考えてる。本当の人間は、実はね、これではなくてね、こっちなんです。ね、意識ではなくてね、観念というね、一つのね、念の塊です。これを魂です。これが死なないんです。しかもこれがね、ちゃんと全部ね、何代も生まれ変わって何遍も生まれ変わる前からのことを全部記憶しておくと、昨日のことを今日覚えてるよな、続いてるよ、去年から今年が続いてる、まだ今始まりやけどな、一昨年からもずっと続いて今日まで来とるようにでしょ、全部記憶しておく。でこれが全部記憶取ることがね、それが縁に触れては形に出てくる。これが原因になり、種になって運命というものが出てくる。だからここへね、これを通して、五感を通して感じて、全部五感を通して感じるわけだね。五感を通して感じてね、そうやって喜んだこと、悲しんだこと、全部でしょ。ここのところへ送り込んで、ここで全部記憶しとってね、これが大きな一つの原因となり、種となってね、そして運命を作り出すもとになる。だからこれだったらね、皆さんどんなことでもできる。ナッパ食べたいでもな、あんた方知らんとおればちゃんと赤いって言う。真っ赤な血が回っとる間に黒い髪の毛にもなるしな、骨にも爪にも肉にも弦に今なっとる。そんだけのことをやる力のある魂があんたの中にある。これは否定できないでしょ。しかも言うでしょ、それはなんとね、例えば氷山だね、氷山ね、これ氷山ってのはね、そうするとこっちの方へ隠れとるのが 95%、 これを現在意識とかですね、あ、潜在意識、これ潜在意識ね、これこの 95% が潜在、これは潜在意識とかですよ、この 5% が現在意識ですよ、これ現れてるわけね、これこっちが潜在とるでしょ。これだけの戦術でね、力を持っとる。だからここのところへね、皆さんが自分が見てね、気になったら喜ぶし、悪ければ悲しむし、腹が立ち恨むと憎むと、いろんな感情が起こってくる。でこれが全部ここへ記憶されてくるんですね。でここへ記憶されてコンピューターが覚えてるような、ずっと何代も前からとか、ずっと覚え込んでおるんだって書いてある。
これが死んでも死なないという人間なんです。霊魂不滅やろ、これが覚えてる。でこれが皆さんこの世終わっていってもまたずっと続いていくんです。で、これの心の影として現れてくるのが運命なんです。今からあんた方が信仰にして成長の教えを信仰してな、安心して喜んで感謝して、そういう生活を続けとるかな、こっちの方じゃ全部その材料をこっち来るんです。皆さんがありがたいな、嬉しいな、ありがたいな、嬉しいな、ありがとうございます、わあありがとうございますって喜んで感謝して置いておりますとな、そうすると今度はこれ全部膨らむ。信じ知らん人はね、またあの野郎あんなことにくしゃがってくすったりがっちってな、恨んだり憎んだりね、わしのことを買い口つきやがったあいつがこんなことを言うたらそうなった、いろんなことを聞いたりて腹立ったり悲しんだりすると全部ここへ溜まっていくね。これが大きな一つのね原動力力になる。ああ電に触れてはパッパッパッパね因縁になる。しかもそれがね 95% の力でね、ここでちょっと思ったことが全部生えていくんですよね。で運命を作り出す働きになるよ。こういうことが分かってくるとな、全部心にあるということですね。あのね、催眠術になるでしょ。皆さんテレビなんかで今ぐらいやっとるねって催眠術、これはこっちを眠らすから催眠ってことでしょ。こっちを眠らすでしょ、でこっちは寝たら終わりになる、こっちまで寝たのは死んだってことでしょ。だからこれは念のです。だから息しとるじゃろ、寝とったって。こっちは寝たら何にも分からんけど、こっちは寝とったって息もしよう、心臓も増えた、食べたもんもちゃんと働いておくれとね、こっちは寝ないんですから。だからこっちを眠らしてこっちに暗示かけるとな、催眠術でしょ。どういうことできると思う、こっち寝さしてな、こっちの方は寝んから、まで寝ん方へね暗示かけるんです。これはもう目がないの、こっちは五感の働きを通すけど、こっちは目がないです。だからね言うた通り受けるんです。言葉とか思ったのそのまま暗示を受けるんですよ、催眠って言うよ。私は見たんだから、私の友人が海軍でな、催眠術の前に乗って、で中学生をかけたんです。なんでわしはああいうこと好きやからな、いろいろ話しとったら中学生来て聞きよってな、いちいち逆らうわけね向こうの言うこと、まあ催眠術はちょっと普通の常識では考えられんこと言うから、その中学生は逆らうって言った。それとわしの友人がな、お前偉そうやけどかけてみちゃうか、そんならしたらな、うわ飲めかかるかいって言って、バカなことかかるわけないわよって、やってみかかってかかってかからんならへんからって頑張って、何度なすぐかかるよ、よし椅子にかけ、まあ言ったらね、君が何度頑張っても俺が術をかけたら絶対寝ろーって言った。ほーら眠たくなった眠たくなった、寝た寝たーって言ったらすぐ寝るでしょ。でもう簡単にかかるよ。それからどうする、これぐらいの指ぐらいの竹の棒を持ってきてな、持たしたんですよ、寝とる中学生、竹の棒よ、私は見とったの、確かに竹の棒なんで、これぐらいの捕まして、何ちゅうだと思う、これは真っ赤に焼けた火の棒じゃ、こういった暗示です。目が開いとるやなんじゃ、竹じゃないということで、こっちは寝とるでしょ、かかってるわな、こっちは寝とるんだ、こっちは寝てないんだから、それに火だって言うたら、言ったらバカみたいに預かるの、竹つかんで、目が開いとる竹じゃからなんともいえ、目がないからあんたは潜在意識でもう一つの頃はな、火じゃ言うたら火だと思うんだから、預かってな、捨てようと思うなんて、ギャッと、私の意識持ってたし、しばらくこうやって持ったってな、手がついてこんなにしたでしょ、ちょうど火つかんで預かるのと同じことやったよ。えらいもんじゃと思ったね、こっちの頃がいいね、あっちは寝とるんですか、どう思うでしょ。それであとしばらくこうやって預かったのを放っていて、だいぶ経ってからパッと離したらパッ寝とるくせに放ったでしょ、こっちの頃がいいでしょ、目のない方がやっと、それで目が覚めた、なんと驚いたことな、パッと目覚まして見たら、それでわしを見たら真っ赤な水ぶくれができる竹の棒って感じで、やってごらんなさい催眠術、あんた方信用できんじゃん、せんべいやけど竹の棒って感じでやけどするわけないじゃん、こっちの考えでしょ。皆さんの頃はな、魂という方はな、火だって言われたらやけどするんでしょ、こっちが冷めてるそれはなんでしょ、ああ竹じゃと分かるかどうもね、火だと言われたら火だと受けるんです。そうするとね、皆さん、寝とるからね、判断できんから、ひだっと受けたら火傷するんですよ。これはね、法則から言えばそのバカなことだよね。
駆けつかんで火傷するわけねえけど、これちゃんとできるんですよ。あの家合い抜きとか気合いというのはみんなそれ利用してるんですよ。みんなね、精神統一してな、現在意識を整理してる。刀でもな、切れるとか切れんとか言うと全部思わんようになるんですよ。毎日毎日精神統一を置いてな、じーっと座禅組み合えて精神を統一して何にも思わん。無念無想の境地でしょ。恐ろしいとか何にも思わん。無念無想とか言う。できるんですよ、人間は整理したら。毎日訓練するとな、何にも思わんようになるんですね。そうなってね、刀をな、研ぎ澄ました刀を、なんと昔の軍隊のな、あれ宇都宮の師団の師団長がやったんですよ。居合抜きの先生と言ってな、研ぎ澄ました刀を居合抜きの先生が、ここから下が塚でしょ。で、塚があって、唾があってね、そこの歯をね、生体の刀を研ぎ澄まして、髪あっても吹いても切れるほど、鼻ついた刀をよ、ぜーっと無念無想に。死んだと同じように何にも思わん状態になってな、まだじーっと緩めるとな、じわ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 ね、手の中をね、刀がしごくんですよ。全然切れないんでしょ。ね、バカなことないと思うでしょ。まあ、居合抜きやる人やるじゃないですか。気合術の人はやりますよ。それを見た若い将校がな、感心しましてね、いかに人間の精神力いうものが偉大なもんかということが、これでわかるんですよ。刀をしごいても切れないんですから。だからそういうことを自覚してね、師団長閣下がね、どうだお前たちも勉強してみるかって言われてね、みんな大賛成でな、1ヶ月間昼の休み30分精神統一をやったり、まだその先生、家抜きの先生について一生懸命やってね、みんなが何にも無安状態にずっと生えていくっていうな、生徒の実相の世界中かな、わざみんな無念無想になるようになった。それからいよいよ実験の段階になった。あの色統値の普段は丸派、指揮取るだけですが、戦争の時は歯をつけたらものすごく切れまんの、細身だから。あのね、あの長いね、1メートル近くまでようなね、長い刀の歯をつけて、研ぎが呼んできてな、ぜーっと下ろして、こうやってもう、噛み合って吹いても切れると歯をつけてな、その刀はね、長い長い刀を掴むってね、全然無念無想、無恐怖。刀じゃ、切れるじゃん、何にも満状態に整理してな、現在意識を。おうてね、いやーって切れておるね、じわっと緩めるとな、刀重いでしょ。刀重いでじわ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 こうしごくと、全然切れないでしょ、実験をしたんですよ。栃木県の宇都宮の師団でやったことですよ。ところがな、みんな成功して、若い人の少尉さんがな、いやーってね、半分ぐらいまでやったって。じーっと生きるうちにね、整理しとって忘れとった心がふっと出てきた。つまり現象を見る心やな。さっきまで整理しとったけど、それが出てきた。出た途端に、あ、危ないと思った。そうじゃん、刀があるとか、切れるということを思ったら、危ないでしょ。危ないと思ってね、スターッと落とした。半分まで、いやーって言っとったんやな。ひょっと出てきた。目覚ましたわけに、ね、この現在意識を。刀だ、切れるという心が出た瞬間に、あーって落とした。なんとな、半分切れんかった刀で、あーって言った時には、さーって切った。切れるわな、歯ついてるな。それからんと血が吹き出るじゃろ。血止めしてもらってね、軍医のとこ行って、ちゃんと手当てしても。閣下の前でね、閣下申し訳ありません、って言って。どうじゃった？何にも満状態で半分ぐらいまで行ったけど、途中から出た。現在意識、眠っとったな。整理しとったこれがハッと出て、危ないと思った。これですよ。その瞬間に切ったって言うんでしょ。皆さん、刀が切れるもんならな、切れるはずじゃないですか。そうでしょ。俺はね、あっと気が、心がね、目覚ましてね、整理した心が目覚まして、危ないと思って、あっと言ったけど、もう切ったって言うんだ。心が切れるんだってことはこれでわかるでしょ。刀が切れるもんならね、ね寝とろうがどうしようが切れるはずでしょ。ところがね、心が切れるから、心が危ない思った瞬間にサッと切ったり、こういうふうにね、人間の体に起こる運命というものは全部それは自分の心現象があると見て心配だれ恐れる心が作るということは明らかですよ。催眠図はみんなそういうもんですから、自分で鶏の催眠図かけること先生よく書いてらっしゃる。鶏捕まえてきてな、歯がいぜめでな、全然動けへん。歯
破壊の手元をつかんで、全然足つかんで、どんな人も動けんやしてな。ほんで、鶏をじっと寝せるんだとか言って。ほんで、板の上ずっと寝せて。ほんで、目の通りにね、白い白木ってな、そーっと線を入れてやれとか言って。これで完全に催眠術にかかるって書いてあるでしょ、鶏。なんで書いた？さっきから何にしても動けんでしょ。歯がガカッと締められて足つかまれてるから。動こう思ったら全然動けん。ほいで鳥は動けんと思ってるときは線が引かれるから。ああ、この紐でくぐられたなぁと受け止めるんだって書いてあるでしょ。白い線をね、白目でいいですよ。紐だと見るんだって。この紐でくぐられたから私の体を動かんのだと。思ったことによって催眠術にかかると書いてあるし、もっとな、手離してよ。で、何歩は何歩離してやってから、シッシッ言うとって、全然動かんって書いてあるし。なんでか思う？体は自由になってるんだけど、心が縛られてる。この紐で食らえとるから動けんのだと思った限り、全然動けないんだって書いてあるし。何歩はシッシッ言うても、寝たまんまになってるって書いてあるし。完全催眠術にかかっとるんだって書いてあるし。線の線だとみんなで、紐でくくられてるから動けんと、心でかかったんですよ。ほんと動かんとかで。で、さっと線を消してな、白木の線をきれいに拭いて消して、拭いたら、あ、解かれたな、とわかるんだって書いてある。で、シッと言ったら、パッと起きて飛んで歩くんだって書いてあるでしょ。人間が病気になるのも不幸になるのもな、全部これと同じ原理によって、病気になり不幸になり災難に遭うんだって書いてある。人間の心がね、迷うとどんなことでも作るのであるとね。しかしそれはないんだと。とは神の作りになった世界にはそういうものはないんだとね。ということがずっとね、先生お書きいただいておりますけど。皆さん方もな、これから何が起こっても、これ偉いことになってるんだと。見とる限り迷うでしょ。これはね、自分で作るんでしょ。今との催眠と一緒。今のあれでね、確かに竹を掴んどっても火だ。思えばね、火を作る、火傷を作る力があるんです、ね。だからあんた方が心配したらした通り受けてね、作り出しますよ。恐れたら恐れた通り作る力があるんです。何もでもできるんですよ。あのね、いろんなこう、大峰さんとかいろいろあるがね、あの修行場がね、高尾さんにもあるでしょ、修行場所に。修験者のね、あの、あいつでやるでしょ。あれは、真言系統のね、お寺、真言宗のお寺。山の上でやるでしょ。あのね、山伏というのがあるでしょ。ああいう人らがな、山の上でね、お祭りをやって、一日ごまたくでしょ。大きな穴掘ってね、材木なっぽでもあるから一日燃やすんです。はぁで何名法蓮華経を唱えたり、お経をあげたりして行をやるでしょ。ほんと一日たくとな、大きがな山になるでしょ。大きな穴の上がね、山になってね、大きがボン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 一日燃やす。そのお経をね、じっと押さえて鳴らして、平面にしてね、なんとね、火当たりの術というのがあるでしょ。何にもあかんと素足でよ。かっからかっから一日前と沖の上を素足でずっと歩くんでしょ。なんかこういう呪文を、因を結んでな。呪文を唱えて歩くば絶対に焼けない信念。呪文を唱えて因を結んでね、こう。なんかこんなことしようよ。それで因を結んでね。そして呪文を唱えて歩くば焼けないって信念がある。それで歩くとね。その沖の上を素足でさっさっさっさ歩きながら、全然焼けても線が赤くもならんちゅうんですよ。これは皆さん考えられんでしょ。現にやっとるんでしょ。そういうことがね、すべては心なんですよ。火だから焼けるんだと思えば焼けるんですよ。ね、今日の火は違うんだと。ごまを与えた火は焼けないんだという信念がね。呪文によって焼けないという信念があるんです。火の上焼いても焼けないんですよ。これぐらい人間の力値もあるんです。いかに人間の心が偉大なもんでね、悪くもするか良くもする。一つ間違えばとんでもない悪くもできる。どんなことでもする。ふんかりいい方いい方へとな、安心と喜びと感謝の方へさえ向けてやる。それだけで皆さんの運命は思いのままと。どんなことでも可能であるって要請なんだけどね。これがね、人間のね、もう魂というかな、そういうものを研究していくとな、どんなことでもできますよ。いや、心が原因なんです。病気になるのもそうでしょ。寒かったから風邪ひきましてってやろう。寒で風邪ひくんじゃったらな、月に行ったら全部風邪ひいてこねえかんがな。山の上の傷さらしの中で、しかも丹前着込んで行ったの見たことないんやから。
そういうのってな、一日こけたり滑ったりするし、風邪ひく条件最高揃ってますよ、好きに行ったら。好きに行って風邪ひかんじゃろう。家の中でね、こたつしてもらって、ストーブ炊いてもらって、こうやってる隠居さんが大抵風邪ひくで。なんでかって寒ければ風邪ひくっていう心が風邪ひく。好きに行ってたら寒くてもひかんと思って行くからひかんです。家でぬくもっとってもね、寒ければ風邪ひくっていうのが外へ出た時風邪ひくんです。な、心が風邪ひくんだってな、体が風邪ひくんですよ。そういうふうな、全部こうできますよ。だから皆さんな、これが大事だってこと、これがね、いかにね、あるかというとね、まず成長にでは一番大事なことは、現象はすべて心だ。影だ、ね。だからあってもないんだ。あるのは心だってこと。だから心が喜んで安心で感謝すれば、ことごとく良くなるし、その反対に悪いことを認めちゃ、心配したり恐れたり悲しんだりすると、どん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 病気不幸災難というものをどんどん作り出す。これは思いのままですよ。でも原因によって結果が変わるでしょ。因が変われば因は同じでも結果が変わるんです。だから悟りを開いて本当のことが分かって、今まで物じゃと思ったのは神に置き換える、肉体じゃと思ったのは神の命に置き換える、それで実相を見ては感謝し喜ぶという、こういう信仰生活をすればね、病気も貧乏も不幸もない私みたいにね、この世の極楽になってしまうでしょ。これをね、お教えすることによって、みんなボン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 救われていくんです。素直に受ける人は救われるし、自分の考えを先通る人はどうなってもダメなんです。耳塞いどるやんでしょ。真理を対して耳塞いだんじゃダメです。この耳を開いとれば真理がそーっと入ってんでしょ。こういうふうにね、どうぞ一つね、もう現象は全て心だと。本当にあるものは現象じゃないんだとね。実相であり、神なんだっていうね。この二つをはっきり言ったらな。何にも心配ですよ。じゃあこれで終わります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。